私の名前はカスラ。今日は子供の頃からの腐れ縁のアイディアで、学校に現れると噂の幽霊見物に付き合わされて、夜の私たちにとってはちょっとした冒険ってわけ。でもこの時はまさか本物の大冒険に巻き込まれるとは。シャナ、イリア、キノ、インデックス、彼女たちと一緒に本当に戦うことになるなんて。ちょっと変なとこ触んないでよ。学校に幽霊が出るって噂、俺たちの目で正体を確かめに行こうぜって言い出したのあんたでしょ。懐中電灯くらい良い。で、購買で何しようって言うの？落ち着きなさいって、メロンパン食べてる女の子でしょ。にっけんよ。でもうちの制服じゃないわね。それにこんな時間に購買が空いてるわけないし。危ない。敵を前にしてボケ。フレームヘイズ、円発シャクラの打ち手、名前は。どうしたの？頭でも痛いの？そう、世界のバランスを守るもの。はっはーん。ああ、なるほど。この場に居合わせたってことは、お前たちが世界を守るものなのね。一緒に来て。逃げようとか無駄なこと考えないで。もう因果の糸は結ばれてしまった。似てる似てる、口調もそっくり。シャナって小説のキャラクターなの。この子その真似して遊んでるのよ。遊びじゃない。またまた、ムキになっちゃって。じゃあ、証拠見せてあげる。行くわよ。二人が消えちゃった。
ほら、捕まって。鼻血。言ったでしょ、世界を守るって。さっき見えたはず、二人の出会うシーン。私たちはゼツムという存在から夜のプールを守る。そんな暇ない。少年、まずはこの娘の指示に従っておくのが得策だ。世界に放り出されても構わぬというなら話は別だ。自分の身は自分で守る。最初からそう言えばいい。